どうもありがとう。本当楽しい。4万7千人いるんだそうですよ。すげえよすげえ。こっからの景色を見せてあげたい。今回はドームツアーなんで、もう巨大なそして派手な、ステージでやりたい放題やらせていただいておりますが、きっとそれでも後ろの方はちっちゃいなって思ってるでしょ。多分帰りの電車の中とかで、なんか豆粒ぐらいだったよねとか言うんでしょ。どうせ分かってんだ。あ、何、そうでもないの。あ、優しい感じ。じゃあ豆粒がおにぎりぐらいに見えるように、もうちょっとみんなの近くでお届けしたいと。バタバタしてる時間を利用しまして、メンバーを紹介したいと思います。まずコーラス、そしてアコースティックギター、ナオト・インティライミ。そしてキーボード、そしてドラム、鈴木秀也。ベース、中川圭介。ギター、田原健一。ボーカル、桜井和俊でございます。ありがとう。違う、そのどこにも目線を送れないでしょ、そういうことを。ここからは、ここから何曲か
先生みんなが僕の言うこと聞かないんです。ここから何曲か緩い感じで近い感じでやりたいと思いますが、次お届けする曲は今年のね6月の7日なんと小林さんがですね50歳の誕生日を迎えました。そして、ね、そのバースデーパーティーが開かれたんですけども、そこで演奏した曲をそのバースデーパーティーバージョンで皆様にお届けしたいと思います。10年先も20年先も君と生きれたらいいなという歌です。ね、この小林さんと僕らの関係だけではなくて、ミサジュデンの音楽を、聴いてくださってる皆さんと、それから僕らの音楽との中になんとなくこの歌のメッセージが流れてたらいいなと願いつつお届けします。マイナス思考で悩みまくった結果、この命さえも無意味だと思う日もあるけど、考えすぎねえって君が した時には欠点でもあんだけど、自分に正直で遠慮のないとこに惹かれんのさ。互いに背負った傷をいつしか
いい感じ。